もう自由だ。ごめんなさい。握れ。このナイフが母親の形見だ。お前が持て。狩りは教わったか。少しは。では行くぞ。今？そうだ。何を狩るの？鹿を狩ってみせろ。どっち？鹿がいる方だ。それなら、ああ、こっちだ。父上、なんで今狩りに？旅に出られるか見極めるためだ。じゃあ山へ向かうの？お前次第だ。行け。何を見つけた？足跡。でもこれは鹿じゃない。足跡か。うん、でもこれは丸い。イノシシかな。よし。あれ、どうしよう。さあ飛ぶんだ。はっ。ああねえ、足跡、鹿野だ。こっち。おい、待つんだ。ごめんなさい。これは狩りだ。慎重になれ。はい、父上。橋が壊れた。どうやって向こうに？どいてろ。何があったんだろう。あそこだ。待て。何をやっている。警戒されるぞ。合図するまで。合図をするまで勝手に矢を放つな。ごめんなさい。謝るなら腕を上げろ。追うんだ。うん、早く追え。
ラウグで？森には入ってこなかったのに。さあ行くぞ。己の意志に従うまでだ。言い訳はするな。あそこ。弓を返してもらっていい？ここから届くのか。もうちょっと近づく。とは何度も狩りをしたけど、父上とはなかった。なんで今？遺言だ。それに時期が来た。そう。ドライブル！すごい。うん、それじゃ通れない。
やった。父上、見て。合図するまで撃つな。落ち着け。あれを生き物だと思うな。あれはただの的だ。雑念を払え。狙いを定め、息を吸え。息を吐き放て。当たった。よし。まだ生きてるよ。ナイフ。違う。お前がやり遂げろ。できないよ。アンドレウス！
おい、落ち着け。もうやめろ。いいか、目を見ろ。倒した。お前に旅は早い。え？嘘でしょ。鹿を見つけてちゃんと仕留めたのに、何がダメなの？家に戻るぞ。もうずっと病気にはなってない。いけるってば。お前にはまだ無理だと言っている。僕はやれる。口を閉じていろ。閉じてろと言っただろ。
が家のそばに来たこともなかった。それにあの子ってやつは何なの。わからん。もう黙ってろ。もうじき家に着く。中に入れ。我を失ったな。だって死ぬかもしれなかったんだ。カッとなることもあるでしょ。怒りは矛にもなる。己を律し使えばな。お前にはできん。ひとたび最近は発作も起きてない。もう治った。そうか。撃ってこい。叩けってこと。やれるものなら。いた。何。もう一度。なんで叩くの。遅すぎる。もう一度。やめてよ。弱い。ダメだ。まだだ。やめろって。来い。その怒りに染まってはならん。険しき道なのだ。いいか、アトレウス。お前にはまだ無理だ。今のは？静かに。
隠れても無駄だぞ。いるのは分かってんだ。誰なの？知ってる人？そしてお前が何者なのかもな。隠れろ、床下だ、急げ。でも床下には行くなって。誰なの？分からん。何しに来たの？さあな、入れ。少し聞きたいことがあるだけだ。誰も血を見る必要はねえ。ああ、意外と小さいな。だがお前で間違いない。故郷を捨ててきたようだね。何の用だ？おい、それは俺が言わなくても分かってるんだろう。ここにお前の求めるものはない。立ち去るんだな。お前らは俺たちよりもはるかに優れてるんじゃなかったのか。実にご立派で頭もいいんだろ。なのにこんな森の奥で隠れてやがる。腰抜けのようにな。後悔することになるぞ。後悔させてほしいもんだ。今すぐここから立ち去れ。そうか、それなら俺を殺すしかないんじゃねえか。忠告はした。やっとか。愚か者が。おいふざけんじゃねえぞ。こんな程度かよ。まあいい、次は俺だ。期待外れもいいとこだな。じゃあやるか。無駄なんだよ。
っさと吐いちまえ。痛い思いしなくて。ああ、ベッドが二つある。ガルズに来るべきじゃなかったな。んで、もう一回やんのか。うるさいやつだ。言わねえのか。ならいい。あの家にかくまってるやつに聞けばわかるかもしれねえな。さあ言え、誰をかくまってやがる。
聞きに来ただけだったが、お前門前払いたひでえじゃねえか。だがお前がいくらあがこうが、俺はあくまで覚悟しとくんだな。あと最後にして、耳の穴かポジってよく聞け。俺は痛みも何も感じねえんだよ。やってみて分かっただろ。お前が何しようが俺は倒せねえ。争い自体無意味なのさ。お前のそのあがきがな、こうしなくてもよかったんだがな。哀れだな。お前は勝てねえんだよ。俺には何も聞かねえんだ。だがお前は痛みに耐えて必死に歯がいている。俺は兄貴とは違う。俺の望みを素直に聞いてりゃこうならずに済んだんだがな。だがもう遅い。しまいにするか。お前に俺は倒せねえ。何かを感じさせてくれるかと期待したが、無理だったな。
つは何者だ。私を知っていた。過去も知っているのか。なぜ今になって見つかってしまったのだ。フェイ、どうすればいい。お前の位牌を山頂で撒くなど、我らの息子にはまだ無理だろう。私とて同じだ。お前なしで息子と旅ができるのか。だがここに残ることもできん。音がして、だから僕大丈夫？心配するな、来い。荷物をまとめろ、出発する。まだ早いって。ああそうだ、だがもう行くほかない。やってみせろ。わかった。山だ。長い旅になりそうだね。ああ、意義ある旅だ。うわ、めちゃくちゃだ。